茶所駅は、岐阜県岐阜市加納八幡町にある、名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は、NH58。普通列車のみが停車する。隣の加納駅との駅間距離は 0.4km で、名古屋鉄道で最短である。岐阜市と名鉄は、名鉄岐阜駅に至る区間を高架化して、茶所駅と加納駅を廃止し、統合駅を新設する。 都市計画を進めている。相対式ホーム2面2000の地上駅。ホームは4両分。駅舎は上下ホームで独立して設けられており、改札内には互いのホームを結ぶ通路がない。2005年12月14日、トランパス対応。8月23日に工事の掲示が出され、12月26日竣工これに伴い12月6日に、 駅集中管理システム管理駅は、名鉄岐阜駅の運用が始まった。その後ホームのかさ上げが行われ、2006年3月に、竣工当駅は管理システム導入以前から、無人駅である。現在の駅舎は、駅集中管理システム導入に伴い新設された、もので、導入以前はホームのみの無人駅であった。なお、旅客案内所及び、 営業業務的には、無地味駅ではあるが、隣接する、茶所県社宿の一部が、茶所駅構内扱いであるため、構内入れ替えに従事する駅員が所属しており、駅長も配属されている。駅舎房にある中仙道加納塾の標中住宅街。旧、中仙道沿いにある。駐輪場はあるが、利用者数に対して、かなり狭いため、便は、あまり良くない。 トランパス対応工事の影響によりこの駐輪場はさらに狭くなった。平日昼間には新設された駅舎の通路にまで自転車が溢れている。当駅の議南駅寄りに茶所検車宿があり、上下線合わせて1時間あたり20歩以上走る。営業列車の他に改装列車が終日走行し、検車宿との入れ替え作業では本線を支障する。 回送列車の本数は2005年1月の空港線開業に伴ってさらに増加し、周辺道路の交通渋滞はより悪化している。そのため、岐阜市などが主体となって、岐南駅、茶所駅間にある境川橋梁と名鉄岐阜駅の間を連続立体交差化し、茶所駅と加納駅を統合する計画がある。この際、 加納駅と茶所駅を廃止した上で、その中間に統合駅を新設する。なお、岐阜大学教育学部附属小中学校の最寄り駅は加納駅だが、実際には茶所駅からでも所要時間は大差ない。駅の東に茶所バス停が、西に上東通り一丁目バス停がある。また、駅のすぐ西に岐阜市コミュニティバスの今が霧王店。 松の主店前バス停がある。AB 可能茶所統合駅周辺土地区画整理事業について、岐阜市役所駅周辺事業推進課日本鉄道、旅行地図庁追加、定保7号、東海鉄道フォーラム名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、996ページ。清水武岳、田中義人。 名古屋鉄道車両紙下観アルファベータブックス2019年8月136ページ。寺田雄一海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング2013年255ページ。ISBN 978から47億7701万3364。名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。 1994年、1078ページ。共通 SF カードシステム、トランパスを、名古屋本線未導入駅10駅と豊川線3駅に、導入します名古屋鉄道、2005年11月15日、AB、議難路線一覧。名古屋鉄道、2021年10月3日閲覧。間末折り込み、名古屋鉄道廃線略図。 令和2年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。名鉄120年市編参委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年。 651から653ページ。ありがとうございます。